小森さんの留学のキーパーソンを掘っていきたいと思いますね。こちら見ていただいてますけども、キー大学ジャパンキャンパス、日本にあります。この大学も結構いろいろありそうな気がするんですが、なぜか小室さんのキーパーソンと思わしき3人が講師してるんです。で、今回は一番下の人です。 B 教授、外国人の男性です。この文春の記事を導入に読ませてください。実は小室さんとフォーダム大をつないだキーマンがいます。その人物はアジアを拠点に活動する外国人弁護士の X さん。 X さんはフォーダム大 OB であって、彼が小室さんの留学に協力した。 X 氏は小室さんの一橋大学大学院時代の指導教授や、小室さんの勤務先だった奥の総合法律事務所の外国人弁護士とも交流があると。で、言ってたのは X さんがフォーダム大学ローのマシュ・ディラ学部長、一緒に写真に写ってるんではないかと。学部長いろいろ権限をお持ちですし、単位に関することも LLM トランスファーツ JD、 いわゆる幻の編入ですね、権限はありそうですから、学部長と、ね、一緒に写ってる写真があると、かなりこれ怪しいと思うわけです。で、今回は指導教授の話です。一橋大学大学院時代の指導教授と交流があると。文章結構ぼやかしてますけども、すごいなと思いましたね。はい、これだいぶ分かってるんじゃないでしょうか。 すごいですね、やっぱり彼のリサーチ能力っていうのは。で、この B さんは今まで分かってることは、一橋大学大学院の国際企業戦略研究科の教授でした。それが小室さんの指導教授かどうかはちょっとわからないという話でとどまってましたが、おそらく私的には指導教授である可能性が非常に高いと結論付けました。実はこれ文春にね、面白い記載がありまして、眞子さま説得と小室圭さん修士論文の中身っていう文春の電子版なんですが、これ2018年の5月16日に記事が書かれてあるんですよ。小室さんが行かれてた一橋大学、大学院の国際企業戦略研究科のことが結構書いてあるんです。これは仕事を終えた社会人が通う夜間コース専門の大学院ですよと。で、小室は2016年からこの経営法務コースに行ったと。2018年の3月に修士課程を修了している。で、小室さんの同級生こう語ってるわけです。この大学院は社会人大学院だから、年齢としては30代から40代が多いと。経営法務コース、結構講師陣は一流らしいんですよ。企業課税の仕組みとか、M&A についての法律といった授業を受けますと。まあ、だから、がっつりこれ経営なんですね。どちらかといえば、法務ではなくて。法律と名の付く授業はありますけど、それは経営のために役立つ法律を学ぶコースなんじゃないのかなと僕は思います。学生の中にはこの大企業の経営企画に関わる人もいるとか、まあ、一方自分探しで来てる学生が多いのもまあ事実ですよと、宮内庁関係者が言ってるわけです。小室さんが通う経営法務コースっていうのはね、これ弁護士を目指す学生が行くところではないですよと。どちらかというと、企業の法務関係の仕事をしている人のためのものですからと。小室が将来弁護士になれるというわけではないと。まあ、企業法務とかじゃないでしょうかね。まあ、なんで僕はフォーダム大学が下したね。LSAC が求めている基準であるジュリスドクター、そして司法修習を終えているを満たしていない。そしてフォーダム大学が独自判断をして小室さんを入れたものかと思いますけども、法学部もしくは法科大学院と同等の教育を受けている、その対象が国際企業戦略研究科の経営法務だと言えないんじゃないのかなと思いますね。LSAC の基準としては司法試験を受けれる権利がある人だと思いますから、やっぱり厳しくなってくると。ジュリスドクターは確実に国際企業戦略研究科の経営法務には当たらないんじゃないのかなと。で、この判断はやっぱり異常忖度と言わざるを得ないと。この判断をした人間というのは誰なんでしょうかね。その時の学部長はですね、マッシュ・ディラー学部長でございますけどね。仮にマッシュ・ディラー学部長に TA 弁護士が面識あってアプローチしているんであれば、忖度の働く余地はありそうだなと。まあ、そして奥野さんとこの外国人弁護士と TA さんは確実につながってますから、先輩弁護士なわけですよ、小室さんにとったらね。奥野総合法律事務所この関係があるので、かなり密な関係であると、そういうことは言えないですね。小室さんが一橋の大学院も奥野さんのところ紹介されて入ってるんです。同じ人物から紹介されています。これ非常にやばい話になってくるかなと思います。で、小室さんどういう論文を書いたのか、修士の時にね、直接投資に関する法制度と政策の比較、そして日本の制度設計への影響と、これが全文英語らしいんです。
で、分量はなんと60ページに及ぶらしいんです。まあ、彼は長文が得意なんでしょうか。同期生が語ってるわけです。こっからがポイントです。これが非常に指導教授の測定に役立ちました。小室は大学院の入学試験の時は総税法のゼミを志望してたと、まあ、入学試験といっても口述試験しかありませんけどね、書類審査しかないので、まあ、入ろうと思ったら入れる大学かなと。一橋大学、大学院非常に名門ですけども、結構穴コースなんじゃないのかなと思います。だから学歴だけ欲しい人はこういうコースに入ればいいんじゃないでしょうか。しかし英語のレベルが高いと面接官が判断して、この面接官気になりますが、コーポレートガバナンスを専門とするこの小室さんが入ったゼミの教授さんはコーポレートガバナンスを専門としていると、米国人の教授のゼミに入ることになったと書いてあるんです、ね、文章にね。なんで特徴としては指導教授の特徴、コーポレートガバナンスが専門、そして米国人の教授であると。大学院修士は大体、まあ、僕も1年生の時に、まあ、単位を大体取っちゃって2年目で修論になると。で修論は非常に大変であると。で小室さんの、まあ、論文のテーマは直接投資と、海外企業の株式を取得したり海外に工場を建設したりして事業展開することを指すと。これが法学と言ってもちょっと問題とは思いますけども、投資に関することですからね、やっぱり経営がズブズブに関わってくるんじゃないのかなとは思いますけども。それからじゃあこちらを見ていきましょうか。特定していきましょう。このコーポレートガバナンスを教えてる人は誰なのかという話なんです。でこちら一橋大学大学院の法学研究科のビジネスロー専攻、今このページを見ても意味がないです。過去のページを見ないと。ウェイバックでこの辺を入れてみたんですけどちょっと出てこないんです。これリスナーさんに提供していただいたんですが、違う居宅サイトがあるんです。国立国会図書館が運営するウェブアーカイブ、やってることとしてはこういう公的機関とかのウェイバックマシンですかね、国内ので。国立国会図書館によるウェブアーカイブ事業は2002年に始まりましたと。国立国会図書館法の改正によって2010年4月から公的機関のウェブサイトを許諾を得ることなく網羅的に収集できるようになりましたと。一橋大学大学院、まあ、ちょうど国公立大学でしたね。こちらにもちろんありました、これですね。でこちらに出てきたのは2016年8月4日ですね。指導教授一覧になっております。そして B 教授、先ほど言っていたテンプル大学にもいた B 教授は下の右から2番目です。ブーって書いてありますけども、この人なわけですね。これビジネスローって書いてありましたでしょ。これ国際企業戦略研究科経営法務専攻時代の指導教授で教員一覧でございます。まあそしてよく見ていただいたらわかるように、サディーズ・オン・コーポレート・ガバナンスとはっきり書いてあるわけです。コーポレート・ガバナンスと書いてある外国人教授はこの人しかいないんですね。まあそもそも外国人教授がこの人しかいないわけですけどもね。はい、経営法務コースはね。まあというわけで、文集に書いてあった、先ほども言っていたコーポレートガバナンスを専門とする米国人教授のゼミに入ったと書いてありますけども、この B 教授が、小室さんの指導教授に当てる可能性が極めて高いんじゃないかと。そして、グローバル化時代のコーポレートガバナンスの法の役割と、まあ、こういうふうなページがねあります。これ一橋大学の一橋講堂で行われた講演で、この16時半から17時15分の枠で日本のコーポレートガバナンス最高とあるわけです。だいぶ専門家のようですけども、でこれも B 教授なんですね。一橋大学大学院国際企業戦略研究科と書いてあります。この B さんが指導教授なんじゃないのかなと思います。ちなみにコーポレートガバナンスっていうのは悪いことすんなよと思うかもしれませんけども、まあ、それは手段の話であって、目的ではないんですね。目的は株主の利益の最大化なんですよ。会社の所有者である株主の利益を最大限に実現できるかどうかを管理監督するシステムなんです。だから物言う投資家がいらっしゃいました、村上義明さんとか、その辺の人たちが結構コーポレートガバナンスを推してましたね。そういう理由だと思いますよ。もっと広ければステークホルダーに対してその権利とリターンを保証する仕組みですね。そこで、まあ、結果としてモラルハザードが起きないようにとか、企業としっかりしてたら株主の利益の最大化になりますよねっていう、まあ、手段ですよね結局ね。そういうコーポレートガバナンスを B 教授がやられていて、で小室さんはその教授のゼミに入ったと。ってなるとこの B さんが小室さんの指導教授である可能性が極めて高いと言えるわけです。でなった場合、仮にですよ、次の話ですよ、 T さんと面識がある場合ですよ。まあ文集にはもうあるって書いてありますけども、しかもテンプル代で一緒ですよね。でもっと密な連携があれば
で、この T さんっていうのは、フォーダム大のローンの学部長としてお知り合いである可能性が極めて高いわけです。そうなった場合、つながりますでしょ？ねえ、全部つながっちゃうんですよ。で、奥野さんとかもね、つながってますでしょ？非常にこの小室さんのね、留学のキーパーソン、サポートチーム、まあ、今のサポートチームではなくて、一橋フォーダム時代のサポートチームがね、いろいろ全容が見えてきたんじゃないのかなと思いますね。まあ、あとは奥野さんとこの外国人弁護士以外でも、一橋で教鞭を持っていた人もいますけども、その辺も非常に怪しいですね。他にもいますよね、怪しい人がね。まあ、というわけで以上ですね。それでは皆様ご一緒に近しつつ、まあ、その辺もまた改めて掘ってみてもいいかもしれないですね。リクエストください。たびたび結構リクエストいただいてるんで、コメント欄でもいいですし、ホームでもいいですし、Google ホームですね。あとは質問箱でもいいんで、まあ何でもいいんで、私掘りますから、いただけたら、やりますよ。というわけで以上です。近つバイバイ。さよなら。